そうですね、まあ、前半本当相手のペースではあったんですけど、後半、本当に自分たちのペースになって、まあ、本当こうすごくいい福島さんのチームに相手に、まあ、外国人選手一人いなかったんですけど、まあ、でも得失点差も、大幅に詰めれて、で今日勝つことができてとても良かったかなと思いますし、ただ、やっぱ爪がまだ甘いんで、ターンオーバー17個しててフリースロー29本打たれて、幸いにも相手が外してくれましたけど、やっぱこれじゃあプレーオフでまだまだ不安要素は残ってるんで、しっかり明日もう1回丁寧にフォーカスしていきたいなと思います。以上です。